巡航中のノーチラス号ノーチラス号は、フランスの SF 作家、ジュール・ベルヌの小説、海底二万里と神秘の島に登場する架空の潜水艦。名称は、ロバート・フルトンが1800年に設計した潜水艦にちなむ。ノーチラスとはギリシア語で、船員、船舶を、ラテン語で、オウムガイを意味する。ノーチラス号は、ネモ船長により設計され、 1865年頃に浸水した。缶は、ネモの式で陸地とは、一切の交流を絶った、海洋探検を行っている。動力源は、電気で、水銀と海水から採取した塩化ナトリウムを用いた、ナトリウム、水銀電池で発電、電磁石を通して、特殊装置に伝え、スクリュー駆動や照明等に使用する。最高速度は50ノットで、 排水量は通常高校1356.48トン、潜水時1507トンである。艦隊は防水型で、防水角質によって区切られた二重尖閣構造を持ち、窓はすべて耐圧性に優れたクリスタルガラス製。艦首には操打室と強力な電気反射装置を備えたボックス、手すりなどが突き出ており、これらは内部に収納できる。 バラストタンクはメインタンクと潜水用補助タンクの2機を装備し、甲板には半ば艦隊に収まる形で水密化された、鋼鉄製のボートが格納されている。また、艦首には昇格があり、これで他の船舶をついて沈没事故を起こす。二つの吸気口は150万リットルの空気を取り込む。食料や、 衣類なども自給自足で解散物から作られる。館内には、館長室、食堂、調理室、乗組員室、浴室、機関室のほか、1万2000冊の書物を収めた、図書室、数多くの美術品や懐中で採集したコレクションを陳列したサロンがある。サロンの正面には、パイプオルガンが置かれ、左右の壁には普段は、 鋼鉄製のパネルで塞がれた巨大な展望窓があり、海中を眺望できる。メモ自身の言葉によれば、寸法などは以下の通りである。ムッシュワロナックス、あなたがいる船の各寸法をここに示しましょう。この船は、両端が尖った細長い円筒型をしています。その形状は、葉巻の形に非常に似ており、すでにロンドンで同じ種類の 各構造物に利用されています。船首から船尾までは、ちょうど70メートルの長さがあり、最大直径は8メートルあります。この船は、あなたが長い船旅を送ってこられた汽船のように、10対1の比率には従ってはおりませんが、船体は、十分に細長く、かつ湾曲させてありますので、水は、容易にかき分けられて、巡航の障害にはなりません。 ノーチラス号の表面積と体積は、これらの2つの寸法から単純な計算によって求められます。ノーチラス号の表面積は111.45平方メートルで、体積は1500.2立方メートルです。つまりは、ノーチラス号が完全に潜水した状態で1500.2立方メートルの水が排水されます。 1500.2メートルトンと言い換えてもよろしいでしょう。ノーチラス号のエンブレム艦材はルクルーゾ、ロンドン、リバプール、グラス号、パリ、プロシア、ムータラ、ニューヨーク等の工場に発注され、無人島で、ネモの部下達により建造された。建造費は168万7000フランで、整備費と収蔵された、美術品を含めると、総額は四百から五百万フランとなる。 ノーチラス号は多国籍のクルーによって運営管理され、艦内では独自の言語を使用している。艦を象徴する衣装として、ネモの頭文字であるアルファベットの N を用い、モビリス・イン・モービリーのメイクで囲ったエンブレムや、黒地に金色の N をあしらった旗などを使用する。浸水から30年が経ち、多くのクルーを失ったネモは、海洋探検から身を引き、孤島の洞窟に、 ノーチラス号を格納して隠居するが、ある時孤島に漂着した数名のアメリカ人に自分の来歴を打ち明け遺言を残して世を去る。アメリカ人たちは遺言通りのオチラス号をメモの棺として洞窟の底へ沈める。ノーチラス号は海底二万里で有名となり、小説、神秘の島や映画をはじめとする二次作品、直接あるいは 関節のオマージュ作にも登場する。フルトン設計のノーチラスの復元模型、ABCD、海底2万里より、アルフォンス・ドヌビルによるサシエネモによれば、分前電池の亜鉛をナトリウムに変えたもの。ノーチラス号が起こした一連の海難事故は、海の怪物によるものとされ、海底2万里のアロナックスも、当初は巨大な一角類の仕業と推測していた。休憩中に、 ここから吹き上がる水柱が、ノーチラス号を、海の怪物と誤認させた。ABCD、海底2万人より、エド・アール・リュウによる差し絵日本では、テレビ番組、脅威の世界、ノンフィクションアワーで放送された。ありがとうございます。